どうでした？いや、まあ、なんとかやりきったかなという、はい、そうですね、塩梅で、はい、楽しくできたと思います。そうですね、ちょっと今年の春頃にはもうこういう戦い方でいこうというのがなんとなく定まって、で、まあ、すごく今までの中で一番自信持って過ごせたんですけど、まあ、例年通りちょっと直前になってジタバタし始めてるみたいな感じというかでも一番気合が入ってる1年だと思います。はい、準々、前回が初めて準々決勝行けて、まあ、割とまあ準々決勝行けた、やったっていう気持ちが結構強すぎて、でも今はその準々でこのネタやりたいっていうのがあって、準々でこのネタをやれたらきっとその先に行けるはずだっていうネタができたので、去年よりは全然もっと上を目指して、見れてやれてるなっていう感じですね。準々決勝の後、準決勝決勝とあるんですけど、でもこの一旦あそこに立って、うん、なんですかね、この心の面で戦う権利を得たというか、もうこれは全然目指せるなというか、いけたらいいなじゃなくて、いけるなという気持ちでやってます。はい、まあ、感じたことでいうと、やっぱりパワーが足りてない感じがちょっとしたんですよね。面白いボケやツッコミっていうのももちろんあるんですけど、もっとこのガッと巻き込める、漫才としてのパワー、勢いを手に入れなきゃいけないっていうのをやっぱ去年すごく感じたので、そこはまあ一個大きな収穫だったし、やっぱそこがないとその上にはやっぱいけないんだなっていうのはすごく感じたことでしたね。なんかでもっとカフェで2人顔を付き合わせてノートを開くだけ、まあ、人によりきりだと思うんですけど、ノート開くだけだと多分たどり着かないパワーとか圧みたいなものがあって、そこを結構今年は取り込めたんじゃないというか、こうなんか頭動かすだけじゃない、こう発するパワーとオーラみたいなものが今年は操れてると思うので、本当にもうすぐもう挑戦したいですね。早くファイナリストとかチャンピオンの方だけが持ってる、なんていうんですかね、通行手形というか、なんかあると思うんですよね。こうだけがまとえる、それがともかく欲しいというか、やっぱネタが面白いって思われないと始まらないみたいな感覚があります。面白い漫才ができる人になりたくてこの世界入ってきたので、やっぱそれで生活したいですね。本当にもう本当にもう舐められたくないです。本当に舐められたくない、たくないだけでやってます。誰か舐められてるんですか？いや誰かとかはない、もう被害妄想かもしれないですけど、もう毎日舐められてるんで、本当にもう舐められたくないですね。街行く人々に本当に面白いだろうがほらって言いたいです。本当そうですね、はい、確かに本当に、いやちょっとこれは本当しゃらくさいかもしれないですけど、やっぱもうこの涙目で映りたいですね、本当と思っちゃいます。ニコニコ笑顔で涙を流したいです、カメラの前で。本当しゃらくさいんですけど、本当恥ずかしいんですけど、何の集まりなの、はい、